こんにちは、風です。現在北西部川要塞下林攻略を進めています。今回が2度目の攻勢ですが、北東部川要塞のような頑強な抵抗は見られず、むしろ、補給もままならない状況に見受けられます。これはもしかして北東要塞を失ったことで、この要塞に、繋がる補給路が不安定になったからでしょうか？検証のために北西要塞から攻略してみたいのですが、バックアップがないのでできないのが残念。もうボス戦。北東ボスは黄色だった。ここのボスは赤か。今度のボスはレーザーか？いや、電撃？いつもやんちゃで、大事な時には大体すでに撤退してる。陽気ですが、ボス戦では良いおとりになってくれますね。今回は逃がすかー。待てこらー。やったー、ボス撃破、すっきり。それにしてもボス、手応えなかったなー。陽気は良い仕事した、グッジョブ。要塞カリン占領により、反乱軍の拠点は2箇所残すのみ、もう少しだ。カリンは要塞なので敵は攻めてこない。なので、ここまで来れば戦力移動も不要。陽気の修理と弾薬補充を進めます。準備完了ー。最終目標、モスクの敵戦力1456はやばい。それでは、敵本拠地を囲む三大要塞の一つ、スモレ、攻略を開始します。待てー。あ、引っかかっちゃった。撤退を許可する。陽気もズルしないで、ちゃんと橋まで逃げてくところが意地らしい。あれ？バルカンでダメ入んない。
レーザーはダメ入るのか。飛行中にフィクゼアでダメ回復。しかし、ひたすら地味、そして面倒い。お、今度はバルカンでダメ入るじゃん。厄介なのが出てきた。この飛行型の敵は、結構ダメ食らうんですよね。再びガタガタの機体を飛行中にフィクゼアで修理中。敵に追跡される中、機体を1メモリずつ修理とか、地道すぎだろこれ、笑い。今回は残り時間も少ないので、これで撤退します。機体修理と弾薬補給を開始します。機体修理と弾薬補給が完了しました。それでは、スモレ、攻略、再開します。レーザーが今のところ一番使い勝手が良いですね。病気、安定の撤退、笑い、無茶しすぎだよー。
ボス戦。ろくに弾薬ないけど大丈夫かな？とりあえず、行くぜ扱って、機体修理だけはしとこう。今回のボスは紫？それともピンク？武器はミサイルか。あれ？ボスどこ行った？いたいたー。ここに来て、バルカン行ったっかよ。てか、ボス弱気すぎじゃない？まだ HP4 割くらい残ってるのに、ガツンと来いよう。なんだこれ？弱い者いじめしてるみたいになってるじゃん。ボス撃破、だけどさ。何か腑に落ちないものがある。というわけで、このゲームのボスたち、もちっとやる気出せ。とか、ゲーム界最弱のボスたちだとか、僕界隈で、なんやかんやありましたが、反乱軍も、本拠地を残すのみとなりました。パチパチパチ。ここに来てフィクセアも、強化マックスですか。素晴らしい。ってことで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴、ありがとうございました。評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。